はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。迷宮兄弟です。さあ、本日なんですが、皆さん、このマルチユニバースという謎カードご存知でしょうか？これですね、一個前の診断だったかな、トリッキーレセプションっていうね、なんか月末の10月のパックで実装された謎カードでございまして、これ何するかっていうと、なんかフィールド魔法をもう一回張り替えるみたいなことを思ってるんですよ。自分のフィールドゾーンに表側表示のカードが存在しない場合、このカードを発動できますよと。自分か相手の墓地除外状態のフィールド魔法カードを1枚対象として、このカードを破壊して、対象のカードを自分のフィールドゾーンに表側表示で置くと。で、フィールドゾーンのカードが破壊される場合に、代わりにこの墓地のこのカードを除外できるみたいな効果があるんですけども、要は、フィールド魔法に破壊耐性を付与しつつ、フィールド魔法をもう一回発動し直すことができるっていうことですね。で、ちなみに一応この上の表側表示のカードが存在しない場合に発動できるっていう効果は、これ、このカードをセットしてから発動すればいいんで、まあ、ないようなもんなんで、なんで、一応、まあ、フィード魔法を2回以上使い回すみたいなデッキでは結構強いかなっていう感じの、効果になっています。で、まあ、何を使い回すのが一番いいのかなと思ったんですけど、これ発動時効果処理とか、は使えなくて、まあ、フィードの表側表示で置くっていう効果なんで、起動効果でなんか、強い、効果を持っているフィールド魔法とかを置き直したら強いかなと思ったんですよね。で、マルチユニバースが置き直し、して強そうなカード何かなって思っていろいろ探した結果、まあ、やっぱりですね、ラビリンスボールシャドウがなんか結構相性いいのかなと思って。で、このカードどういう効果を持ってるかっていうと、メインフェーズで発動する効果で手札デッキ除外状態の3が9が数がをどれか1か1体永続魔法カード扱いで置くという効果を持ってるんですけども、これ一応耐えちなくてですね、名称指定のだから置き直したり貼り直したりするともう1回使えるんですよ。だから数がとか3がとかポンポンで置けるんで、こうしたらまあこの辺の融合モンスターが簡単に出るなというところで、今日はですね、ラビリンスボールシャドウを多元宇宙で貼り直すという、まあ実質ラビリンスボールシャドウをめっちゃいっぱい発動できるという、まあそういう感じのゲートガーディアンデッキ組んできたので、対戦していきたいなと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、スーが引いちゃってんのだるいな。まあ、とりあえず愚かな服装を爆発させて、とりあえず、服装から入れるとね、そう、フィールド魔法が持ってこれつつ、手札も増えるんでね、めちゃくちゃ強いんですけども、ホルスないんで、あ、うららはですか。これ、うららされるとちょっときついんで、申し訳ないんですが、ちょっと一回、抹殺の指名させてもらいますね。結局、ホルスが絡んでないと、なんか妨害も、まあ、キル能力も伸びなくて。残念ながらゲートガーディアンだけで勝てるようなね、デッキパワーしてないんでね、このデッキ、まあ、ちょっと悲しいんですけど、ちょっとね、残念ながらスーガさんには帰ってもらうしかないから、デッキの中にで、コバルトイーグルと、まあ、コバルトイーグルはちなみに自分で帰れる効果持ってるんで結構強いんですけどね。で、オーボの石壁発動して、でオーボの石壁の効果でイムセティ持ってきつつ、スーガをデッキに返す。まあ、もううらら飛んでこないから大丈夫でしょう。イムセティ効果安心して使って、王の棺持ってきつつカードを1枚ドロー。ラビリンスボールシャドウ来たか。なるほど。まあ、とりあえず王の棺を発動して、やっぱ救いの駆け足絡んでないと手札足んないんでね。王の棺系もそうだし、ラビリンスボールシャドウは結局1枚で1枚生成する、まあ1枚で1枚じゃねえか、融合するためには2枚必要だから、なんか2枚ぐらい使わないといけないし、結局融合するのに、ね、まあ元々の融合はもうちょっとカード使わないといけないっていう説はあるんだけどっていうのがあるんで、ちょっといまいちね、なんですよね、その辺がね。はい。で、あんま落ちねえか。うわー、アプレンティス落ちちゃった。だからこれアプレンティスパックるしかないな。これタオでアプレンティス特殊召喚されると、アプレンティスの効果でアドバンテージ稼いでるってガチでやばいこと起きるから、これアプレンティスをパックるしかない。弱すぎる、弱すぎる。いらねえ、別に元素マスク入ってないデッキの中、くっそうざすぎる。ちょっと待ってくださいね。いやー、どうしようかな。まあ、とりあえずあれするか。ラビリンスウォールシャドウでぶっ込んで、で、多元宇宙してだな。惑星効果発動して、多元宇宙とかいう謎カード持ってきて、はい。で、謎すぎるカード持ってきて、で、ラビリンスウォールシャドウを発動する。で、ラビリンスウォールシャドウの効果、発動して、
数が置いて、で多元宇宙セットで多元宇宙を発動すると、もう一回フィールド魔法を置き直せるんですけど、自分の墓地からね。これでもう一回ラビリンスボールシャドウの効果発動できて、でこれで融合素材が整うという感じですね。ラビリンスボールシャドウは貼り直したり新しいのを貼れば、もう一回効果使えるっていう効果な、効果っていうかそういうカードなんで。でまあマスカレーナ作るしかないか。マスカレーナ意味ないか。リトルナイトじゃないと意味ないか。マスカレーナだったら風水マジンどっか行くしな。あんま強くね。あんま強ない。ちょっとまああんま強ない問題発生してる。ちょっとリトルナイト効果起動。キマイラフュージョンとかタオとか除外できるか。キマイラフュージョンの方がいいか。くっそ大して強くねえ。大して強くねえ盤面でいった。まあ言うて魔法トラップ2回無効と、リトルナイトの除外あるんで、でしかもラビリンスボールシャドウが一応なんか攻撃力2600未満のモンスターがぶん殴ってこようとしたら破壊できるし、あとレベル5以上のモンスターじゃないとぶん殴れないんで、そのターンにまあちょっとだけなんか牽制できてるみたいな感じなんですけどね。はい。で金満で元気なとこぶち込まれていく。いいでしょう。マルチユニバースの使い道ってなんかさ、もうちょっと強いなんかカードあんのかな。なんかとりあえずなんか貼り直して強いフィールド魔法なんか探してたらなんかゲートガーディアンに行き着いたんだけど、だから多元宇宙が強く使えるデッキなんかあったらちょっと皆さん教えてください。よかったらなんかその今フィールド魔法発動時の効果処理じゃなくて、なんかその起動効果とかがあるといいですね。ラビリンスボールシャドウみたいな感じで、なんかそのメインフェーズ中に発動してなんか何かするみたいな感じの効果があると一番強いかな。うん。なんか多元宇宙これ何をさせたくてこのフィールド魔法実装されたんだろう。ちょっとわからないマジで。あ、アプレンティスかやるな。アプレンティスいいでしょう。でアプレンティスの特殊化成功値で幻想マスク持ってくる。基本的に、まあ、融合を止めていくしかないんですけど、このデッキは。まあ、一応、魔法トラップ2回目こうあるのは結構強いですね。他のデッキではない、利点ですね。なかなか他のデッキって魔法トラップ2回無効するのは結構難しいと思うんですけど、万能無効なければね。なんですけど、このデッキは魔法トラップ無効を2回構えることができるっていう点は結構強いです。はい。ミラソ効果はもう本当全部に許容するしかないわけですよ、これは。こんなものは全部許容して、融合を無限に止めていくっていうスタイル。で、バホメット OK。で、バホメット効果で、キマイラフュージョンと、ガゼル持ってこられて、キマイラフュージョンは止めるしかなくて、はい。いいでしょう。まあ、融合打つわな。まあ、これ止めるしかないわな。止めるしかないわな。あー、これね、同一チェーン上で発動されるとね、風水魔人無効にできないんだよね。別にいいじゃん、そのくらい無効にさせてくれても。なんでこれ同一チェーン上で無効にできねえんだよ。キモいだろ、普通に考えて。そのくらい別に無効にさせてくれよ。なんなんだこいつは。やばい、ガーキマ出された、やばい。ガーキマ、まあ一応金剣発動してるからガーディアンキマイラの効果でドローはできないんだけど、破壊はできたはずだから、これ普通にゲートガーディアンはぶち殺されるか、王の棺がぶち殺されるか、どっちかですね。これちょっとわかんないですけど、はい、はい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 、まあ3体融合だろうな。ガーキマ、確かにこれ発動はできるんだよね。はい、まあ一応融合は無効にはなりました。ガゼルの効果、バハメットの効果、あ、発動もできねえのか、ドローできねえから。もしかしてガーディアンキマイラ破壊するだけとかもできないのこれ。あ、そうなんだっけ。あ、そういう最低か、弱いな。そう、キンキンとなんかガーディアンキマイラちょっと相性悪いんだよね。5テラとのね、もう先手だったら別にいいんだけど。そうかそうか、起動もできないのこれ。ドローする効果ついてるかな、なるほど。でこれでガーディアンキマイラが起動できなくて、謎に耐えました。風水魔人さんやりました。ただ風水魔人さん普通にぶん殴りますけどね。ではい、どうぞ、ご自由にどうぞですね。これはあー全然いいです、 OK です。いや大丈夫だ、このターンではライフ取り切られることはない。ラビリンスウォールシャドウは爆破されるとなんかワンチャン飛んできてやばいこと起きるから、これタオが墓地をくられてまずいな。うーんとする。レベル5以上だから殴れるな、ガーディアンキマイラは。
あいって、風水魔人ゲートガーディアンの効果、相手によって破壊されたため自分の、除外ゾーンのモンスターを特殊召喚できるぜ。現れろ風魔人ヒューガ。さあ来いよ、かかってこい。よし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 よ。一旦ホルス2体出してガーディアン兄弟がなんか融合が墓地にあると対象耐性付与されててなんかめっちゃ強いんですけど、これはですねですねキマイラがいなければ いけるんでこれは通りますね。ディンゲルスで処理するしかないか。ディンゲルスで処理するでしょ。ここでいいや。でガーキマ処理、はいはい。でこれ墓地送る、はいはい。でこうせざるを得ない。結局あのデッキ魔法トラップ向こう構えておいたらなんとかなると思うんだよな。だからラビリンスウォールシャドウの効果使ってもう一回スーガ置いて、ちなみに風水魔人ゲートガーディアンだけはバチクソ強いのであれだけ2枚入れてるんですよね。はい、あれだけ2枚入れてまして、まあ一旦融合するしかないか。ここで融合しにくいでしょ。はい、そうあのデッキ魔法トラップ止めといたら多分展開できないと思うんだよな多分。でマルチニバース打ったところで何も融合できないので王の棺でマルチニバースをぶん投げて、はい。ほんでまあこれは誰でもいいか。ケベンセリフかな、打点高いやついいか。打点高いやつ出しといて、はい。で全員でぶん殴りに行かざるを得ないですかね。うん、これで、まあ、バトルだな。でタオが破壊されるとなんかやばいこと起きんだよな。タオがやばいこと、あ幻想魔族だった。だるやべえ、ちょやべやべ、あこれで殴ればいいのか。やべえ、間違えた。やばい、ミスしたやべえ。タオが戦闘で破壊されないこと忘れてた。やばい、助けて。ちょっと助けて、ちょっと助けて。どうしよう、ウーサラシしかねえか。ウーサラシに行ったら強そうだな。ウーサラシに行ってこうしたら強そうだな。これでモンスター効果無効と魔法トラップ無効2回構えといてエンドですね。これ実質全部無効。いや完全に忘れてた、なんか普通にミスった。やばい、タオをだからあれか、ホルスの効果で処理して、あでも結局出てくんだよな、なんかタオが処理、墓地送られると、幻想魔族が墓地から、それはそれでだるいんだよね。それはそれだるいんだよ。いや、今のはこれ実は正解だった可能性がある。コアトラ入って。コアトラはいいでしょ。コアトラは OK。結局ね、ミラーソードライトとか、ガゼルとかが使われないと、相手多分こう、何融合モンスター、エースモンスターかが出てこないと思うので、なんでウーサと風水魔人で全てを止めます。いやーここ止めちゃってもいい気がするけど、まあ、結局融合止めればいいと思うんだよな。融合止めればいいと思うので一回スルーするか。またこれあれか、チェーンされるとかある。これキマイラフュージョンさすがにもう持ってないですよね。はい、いいでしょう、まあ、融合はいいです。融合は OK、イラストで融合するでしょ。まあそれはさすがにゲートガーディアンぶち込みますよね。でここでさもう一枚キマイラフュージョン持ってたが、それだったらマジでデストイパッチバック止めればよかったです。ミラーソード、はい、あそれは無効です。オッケー、耐えた、多分耐えた。多分耐えたと思う。でゲートガーディアンが、融合無効にしてくれて、でアポルウサがミラーソードを無効にしてくれて、タオくん、よし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 、あとはタオを勝利できれば、あいつは戦闘では破壊されないから、あいつが戦闘では破壊されない問題が発生してるから、ねちょっと待ってね、ハーピー全員出すね。ハーピー出す、はい。で全員出そう、イムセティ出す、はい。ね
ケベン・セネフ出す、OK。ほんで、ラビレンス・ウォール・シャドウで、これなんだっけ、魔法トラップカード差発する人ってさ、融合召喚条件が3かと9か、なるほど。だから1回ここ置いて、はい。で、ラビレンス・ウォール・シャドウをもう1枚持ってきて、シャドウグール効果でこうして、でもう1回これ貼り直すともう1回効果使えるんで、で、効果発動して、3が置いて、で、3がと9がで融合召喚。ふっ。現れろ。ライフマジンの効果によって最強カード、魔風衝撃波を1枚、サーチすることができる。フォースカーディは発動できないじゃん。で、魔風衝撃波を発動し、相手のタワーを爆破すると、タワーの効果によって幻想マスクモンスターが特殊召喚され、まあ、何かしらのモンスターが特殊召喚されるが、そいつが何かをするわけでもないので多分大丈夫。魔風衝撃波の効果発動。魔風衝撃波によって相手の大陰陽師タオを破壊、そしてタオの効果によって墓地を受けたため、自分の墓地から幻想マズクモンスター特殊召喚する効果が起動される。さあどうする、何を特殊召喚、何、幻惑の見習い魔道士、魔術師か、あ、ナイトメアアプレンティスの特殊召喚成功じゃん、もうどうでもいいや別にサーチとかで何もけんかいいや。ミラーソード、はい。でこれでバトルフェーズに行かしてもらうぜ。一応魔風衝撃なので回収だけしとくか、なんかあんま関係ない気がするけど、まずこの辺回収しといて、ほんでバトルフェーズ入るぜ。あいつも幻想魔族のため戦闘では破壊されないが、王の棺によって墓地を送ることができる。あ、迷宮に潜むシャドウグーンの効果も破壊できるんですねあ、これでもいけるんですね。あ、強いですね。まあどっちでもいいんですけど、まあ普通に王の棺の効果発動しましょう。王の棺の効果によって相手を墓地を送る効果を起動。シャドウグールスパイセン結構強い、マジ忘れてた。うわっ、ドラッ、対戦ありがとうございました。我ら迷宮兄弟サンガ君とさ、ヒューガ君ちょっとやる気出しすぎだね来るなら全部来てほしかったね。スーガも全員集合したら一応手札から全部除外していきなりゲートガーディア爆弾っていう動きできるんで、なんかちょっとだけ強いんですけど、ちょっとだけね。ちょっとさ、来るんなら3体まれで頼むわ。まあ一応ね、これがホルスとかのコストになって墓地から除外してゲートガーディアン出すとかいう動きができればいいんですけど、ホルスギミックもなんもねえし、なんならなんかあのコバルトイーグルしか来てねえし、気も好きなんだよね。こういうハンド来ることあんだよね、ゲートガーディアンってね。本当にで、まあ令和の迷宮兄弟と言いつつもちょっとなんかパワー足りてない気がするわ。若干な、もうちょっと効果持ってもらってもよかった気がするけど、まあちょっとあのね、海外産のね、あのカード、これね、あるあるなんだけど、なんかね、あんま強くないんだよね。あの海外産のあの新規カードって結局その増殖する G がいないから、なんかや激ヤバ展開系最強モンスターみたいなやつって出しちゃうとやばいのよ。なんか環境壊れるからね。だからあの向こうのあの環境ってさ、なんかさ、サベージとかバロネスみたいな禁止だったりするじゃん。あれなんでかっていうと、増殖する G が禁止だからさ、要は展開系が強くなりすぎちゃうから、ニビルとかそういう系のカードで展開止めないと、なんかその要は先行制圧みたいなモンスターめっちゃ並んで やばいこと起きちゃうんだよね。増地があるとさ、なんか展開系ってまあちょっと抑制されるというか、まあ G が通ってるとその後の手札がいっぱい引かれて展開も止められるみたいな話あるんだけど、 G がないと手札5枚のうちからあのなんとかしなきゃいけないからさ、まあ今はフアロスとかいるけどね、あのマルチャミとかいるんだけど、だから海外産のカードって G がいない分ちょっと弱く作られる傾向があって、なんかそのなんだろう、ゲートガーディアンとか、あとティスティラとかあと炎の剣士とか、海外産先行収録のさ、なんかカードそんな強くないじゃん、ぶっちゃけ。そういうのなんだよね。まあ OCG はね、まだ増殖する G が2枚生きてるんで、まああの無限に強いカードすられますけども、 TCG さんそんなことないっていうね話があって、ゲートガーディアンもまあ可愛い性能はしてますね。はい、もう喋ることなくなりました。ライトロード展開長そうですね。どうしましょう、僕死にますかこれ。なんか遊戯王よくわからんモンスターズめっちゃ出てきてるけど、これ何これ、レベル6のモンスター2体ってこと、これベアトリッチェってこと、もうなんかデッキの枚数0枚ですか。白雪の効果特殊召喚、はいどうぞ。これ何、これ何が起きんの、あアトランタル、何アトランタルだと、やべえ、これライフ半分まだ、まずい、俺のライフ4000、これデュエルリンクスタートした、デュエルリンクススタートした。アトランタル効果、ナンバーズを装備してきて、ナンバーズ外すと、相手のライフ半分満にできるよみたいな効果あって、
で俺のライフが遊戯王デュエルリンクスになる。遊戯王デュエルリンクスになりました。サンサーラの効果、自分の墓地からドラゴン回収します。なんか黒金の暴流がどうのこうのされます、もしかしてこれやばい、だからプライボードなのか、だからプライボード、ただの4000打点、ただの4000打点として採用されてるプライボードさん、だからクソでっけ